こんにちは、ゆんです。あのね、皆さん聞いてください。今ね、 LINE ライブで生配信をしてたんですけど、今から撮影するんだけど髪型何がいいかなって聞いたら、お団子っていうコメントを見つけたので、今日はお団子にしてみたんです。こっちはね、綺麗にくるんって触覚負けたんですけど、なんでこっちだけ負けないんですか。すごいね、何回もやり直して巻いてたんですけどできなくって、ちょっともう一回、もう一回だけね、再チャレンジしたいと思います。 GO!スピードが大事、スピードが大事。せーの、はい。あら、今一発で負けちゃった。イエーイ！っていうどうでもいい話。ということで、今日はマインズトルペに行ってきたんですよ。そしたらキャンメイクの新色のね、チークがすごい気になったので、今回はそれをレビューしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。キメト。はい、ってことで今回レビューするのはこちら。じゃん。キャンメイクパウダーチークスの新色 PW39 のスミレ色をレビューしていきたいと思います。多分どうせね、編集でカットすると思うんですけど、今のセリフめっちゃ噛んだ。いつもユンが使ってるピンクのチークはこちらです。こうやって比べるとね、だいぶ紫なのがわかりますよね。え、紫って思ったんですけど、お店にあったね、こういうちっちゃいポップに、カエル透明感っていう売り文句があって、カエル透明感、透明感が変えるのかってとても気になってしまって、ついつい買ってしまいました。で、分かりやすいように今回はこっちにいつものピンクのチークを乗せて、こっち側にね、この新しいスミレ色のチークを乗せて比較してみようと思います。じゃあそれではね、血色が悪い顔を見せてしまってるので、さらっと塗っていきます。いつもこの笑った時に一番高くなるところに丸く乗せてます。はい、いつものピンクはこんな感じです。もうこれは本当にずっとずっと使ってて、何個リピしたかわからないぐらいすごく気に入ってます。じゃあ反対側にこの新色のチークを塗っていきたいと思います。キャンメイクのね、チークのいいところは、このブラシがとっても柔らかくて質がいいのに、5、600円で買えるプチプラっていうのが本当にいいです。全然紫感全然ない。今塗ってみたんですけど、どうですか。ちょっと感動して広く塗りすぎちゃったけど、いつも使ってるこっちのチークはパキッとね、ピンクを出してくれてるのと比べて、やっぱりこっちは肌なじみも良くて優しいっていうか、ツヤ肌とかナチュラルなね、メイクが好きな人にもぴったりだと思うし、お人形さんみたいなマット肌が好きな人でも絶対合うと思う。だからね、どのメイクにも合うんじゃないかなって思ったら、すごく万能色だと思います。今ね、透明感を出すために紫色のコントロールカラーベースやパウダーとかもね、売ってるんで、そういうのとね、併用して使ったらさらにいいかもしれないです。よーく見るとね、細かいパールが入ってるので、ふとした時にキラッてして肌を綺麗に見せてくれるので、ユンはとっても気に入りました。本当に今の季節ね、乾燥しがちなので、冬メイクにとっても大活躍してくれそうです。これからね、使っていこうと思います。はい、ということで今日はキャンメイクから出た新色のスミレ色のチークをレビューしてみました。キャンメイクって本当に質がいいのに安いから、いつもびっくりしちゃう。これはユンも全力でおすすめしたい商品だと思ったので、よかったら皆さんもお近くのキャンメイクに行って買って試してみてください。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録の3点セットお願いします。以上、ユンでした。それでは皆さん、今日も一日お疲れーション。バイバーイ。もう一個おすすめしていい？ LINE ライブでも紹介したんですけど、こちら。このマロンホワイトチョコレートオレ、めちゃめちゃ美味しい。マジでハマりそう。美味しい。またな。